これが一番ね、美味しくて早いんですよ。これはね、このまま朝食でもいいんですけども、ここでドーン！チャールリーセンリーズです！ということでですね、いやもうさっきね、めちゃくちゃ運動してまして、終わった後なんですけども、なぜ運動を最後にしなかったんだっていう風に、最後にしたら最後にしたで、僕酔っ払ってるからダメか。これが四面楚歌っていうやつですね。ということでですね、今回はですね、だからもう暑かったんで脱いじゃいました。外がもう暑い。暑い時にもうエプランなんかもう、やりたくないです、本当に。今回はですね、思考シリーズ。この状態で思考シリーズやります。なんと今回はハロウィンも近いということで、かぼちゃ料理です。僕、かぼちゃあんま好きじゃないんですけど、やっぱね、好きじゃない方でも食べられる料理ってやっぱ需要がありますんで、かぼちゃがあんまり好きじゃない僕でも美味しく食べられる最高のかぼちゃサラダ、パンプキンサラダでございます。ポテサラのパンプキンバージョンみたいなやつ、めっちゃうまいんで、これを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピということでですね、材料紹介でございます。まあもうここにね、全部ね、もうね、載せたんですよ。これかぼちゃ1個、4分の1個ですね。 300g から 320g ぐらいのものですね。でベーコンが 40g ぐらい、卵2個で、玉ねぎとバター、あと他の調味料は概要欄に書いてありますんで、チェックしてみてください、はい、ということでですね、今回はですね、ハロウィンに向けての料理なんで、ハロウィンといえばやっぱり皆さん何を思い浮かべますか。仮装ですね。僕もね、せっかくなんで今日は仮装をしていきたいと思います。もう皆さんワクワクしてますでしょ。今日は何の仮装するのリュウさんと思ってるでしょ。こちらに仮装していきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、もうここまで来たら何の仮装か分かりますね。はい、そうですね、酔っ払いの仮装ですね。ということで乾杯。あー、たまんねー。ということで酔っ払いの仮装ができたところで、早速ハロウィンにも使えるパンプキンサラダ作っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思っておりますが、かぼちゃですね。これはね、もうね、丸ごとね、ラップしちゃいます。これこのまま丸ごとです。ラップしちゃって、だいたいね、600ワットね、5分ぐらい、4分半から5分、まあ、今回5分でちょっとやってみます。丸ごとチンします。でこれで柔らかくしてる、ね、丸ごとチンするとものすごくね、崩しやすく切りやすくなりますんで、かぼちゃはね、丸ごと調理おすすめです。至高のかぼちゃサラダなんだから茹でなさいよっていう方もいらっしゃるんですけども、茹でるとね、水分がね、かぼちゃに含まれちゃうんで、結構ベシャッとしちゃうんですよね。なんでここは電子レンジが最適です。手抜きで電子レンジ使うんじゃない、むしろ電子レンジはこれ美味しいんです。でこういうことを言うと、かぼちゃの栄養素が壊れるっていう風にまた言う方もいらっしゃるんですけども、そもそも茹でてもかぼちゃの栄養素って壊れますから、はい、熱で壊れるんですよ、これは。そういうことです。はい、これ温めてる間に食材切っていきましょう。でまずね、お野菜から切っていきましょうか。玉ねぎです。玉ねぎはね、僕のおすすめの切り方は普通にスライスすることですね。普通にスライスすることによってですね、普通にスライスすることができます。はい、で玉ねぎで甘みとコクをつけていきますね。はい、あと食感もプラスされます。であとはベッケンです。ベッケンはもうこうやって細切りにしちゃってください。これでいいです。もうね、そうしたらもう切るも終わり。あとはね、これからチンしてる途中にもう焼いていくんです、これ。はい、じゃあやっていきます。これね、フライパンです。フライパンにバターをバターっと入れます。でそうするとバターがバターっと溶けていきますんで、バターの溶けた時のこのバターのいい香りを飲みながら仮装していきます。うわー、ハッピーハロウィン。で溶けてきたら、まずバイケン入れます。ベーコンさんは、でこれでこのベーコンに香ばしさをつけていくんですね。ちょっと焦げ目がつくぐらいが美味しいかなって私は思います。かぼちゃだけでもね、美味しかったりはするんですけども、やっぱりね、少しね、ベーコンの肉気があった方が美味しいんで、これはね、やってください。こう周りがプチプチって言ってくるじゃないですか。言ってきたら中火ぐらいにして、ここにね、もうね、卵入れちゃう。で空いた部分で玉ねぎ、玉ねぎはね、完全に火通らなくても全然平気です。これね、全然ね、かぼちゃサラダ作ってるように見えないじゃないですか。これが一番ね、美味しくて早いんですよ。オニオンベーコンエッグを作って、その後にかぼちゃと混ぜていくんですね。これがね、一番合理的。これをやっていくと、温めてる間にフライパンとかで焼いて用意できるから、これがね、一番早いです、パンプキンサラダ作るので。これね、黄身ちょっと崩れちゃってるじゃないですか。崩れても平気だから、全然余裕のよっちゃん。
そして、これで蓋します。全体ね、もうね、完熟にします。じゃあまあ、蓋して、どれぐらいかな、数分、黄身が固まるまでやりますんで、これで放っておきます。だいたい3、4分 ?4 分ぐらいやっとこうか。3分やります。で3分ぐらいお会いしましょう。はい、3分ぐらいお会いしようと言ったんですけども、この間やることありました。かぼっちゃです。かぼっちゃさん。かぼっちゃさんね、これね、ここに、入れてください。で、この状態でこのかぼちゃさん、ボロボロに崩れます。ほら、ホックホクになってるでしょ？崩しておきます。もうね、フォークでね、マッシャーとかね、いらんので、これは。フォークでもう、ボロボロに崩れます、これ。これをね、茹でたりしてしまうとね、やっぱね、水気がね、出ちゃうんでね、これはね、むしろ電子レンジの方がね、味が凝縮してうまいんですよ。崩して、まあもう本当に、粗熱を取らないとね、後でマヨネーズとかで、味付けするんですよ。その時に分離しちゃうんですよね。粗くほぐして、こんな感じでほぐしてこう冷ましておく。これが重要でございます。皮も、パンプキンサラダの場合は美味しく食べられますので、皮も捨てないでください。こんな感じにして、まあ時間があったら冷蔵庫入れといてもいいんですけども、もうベーコンエッグもこのまま流れ作業でいきたいな。これもね、もうね、美味しそうでしょ。カリッとしてて、これはね、このまま朝食でもいいんですけども、これドーン。そしたらほら、このベーコンがもうカリッといってるわけですよ。で、こいつをもう混ぜです。混ぜです。目玉焼きもちょっとカリッとしたところが残ってね、これをね、混ぜることによって、絵も言われるね、このね、かぼちゃサラダに香ばしさがプラスされるんですよね。これがうまいんですよ。あんまりね、皆さんね、こういう作り方しないと思うんですけども、この作り方、すごい合理的です。最初にね、ゆで卵煮てとか、かぼちゃも煮てとかってやり方も、もちろんクラシックでいいんですけども、これがね、一番楽。しなくていい手間は、もう最短距離目指しましょう。美味しさの最短距離。絶対それが重要です。無駄なことは一切しないです、おしゃれ。無駄なことする暇があったらゲームしてたらいいんだよ、僕ね。テイルズ・オブ・アライズやってたいから。こんな感じですね。これだと、もう、ベーコンエッグも焼けてるし、このカボチャも蒸されたばっかなんで、すっごい熱いんですよ。なんで、これは混ぜながら粗熱を取るか、少し冷蔵庫で休ませて粗熱を取るか、どちらかにしてください。今回は、まあ、時間がないので、広げて、ちょっと冷蔵庫、10分ぐらい冷やしちゃおうかな。じゃあ、10分間、これを冷蔵庫で冷やして粗熱を取りますんで、10分間の間、僕は、飲んでいきます。はい、じゃあ、粗熱取れました。5分ぐらい。しか取ってないから、でもね、すごく美味しく仕上がりましたんで、これを調味していきたいと思います。まずね、ニンニクね、僕はもうニンニク大好きですから。僕はね、かぼちゃのちょっと甘い香りがちょっと苦手なので、ニンニクでパンチ効かせます。ね、料理をうまくなるコツはですね、自分好みの味を理解することです。自分好みの味で、やらなかった料理は美味しくないです。なんで、自分好みの味っていうのを理解するために、自分好みのね、料理家さんを見つけた方がいいですよ。マヨネーズ大さじ3ですね。で、あとお酢も入れます。で、これでちょっと酸味つけていくんですね。マヨはまあ本当にこう全体をまとめ上げる。そして旨味調味料です。1,2,3,4,5,6,7振りです。これで、ね、ベーコンで補えない、ベーコンがね、イノシン酸を補ってくれて、味の素はグルタミン酸補ってくれます。まあ思ってる2倍の胡椒入れます。僕の料理が美味しいっていう方と美味しくないと思う方、両方いらっしゃると思うんですけども、それはね、好みが違うからなんです。作り方が違うっていうのもたまにあるかもしれないですけども、好みが違うんです。味の付け方はね、千差万別だから、皆さんね、自分の好きな味を作ってくれる料理家さんを見た方がいいです。僕が美味しいからといって世界の人みんなが美味しいと思うかって言ったらそうじゃないですよね。で、料理は正解ないので、これが何とかの正解ですって言いがちなんですけども、あれはね、実はね、その人の正解であって全員の正解ではありません。で、ここで学ぶを3分の1小さじ3分の1。あとはね、味付けは好みなんで、これでしょっぱいなって思う方もいらっしゃるとは思うので、少なめに最初入れてみるとか、そういった工夫をした方がいいですね。僕の料理はね、味が濃いとか言われる方もいらっしゃるんですけど、多分その人はね、薄味が好きなだけなんですよね。僕は濃い味が好きなんで、濃い味を少量食べるやり方なんで、で、味見をしてみる。で、僕の場合はこれからお酒のつまみにしていくんで、お塩もう一つまみ入れます。はい、これは好み。普通に副菜として食べるんだったらこんなにいりません。特に塩加減っていうのはご自身で調節しやすいの で今回ね、お塩がいっぱい入ってるんで、お塩を減らしていただければ、薄味がね、好きな方はね、全然大丈夫だと思いますんで、自分の好みの味っていうのを考えながらやると、自分の美味しい料理いきやすいです。じゃあ盛り付けていきたい。はい、じゃあ持っていきます。もうゆでパンプキンだとね、べっちゃべちゃになって美味しくないんですよ。これがね、料理の面白いところなんですよね。全て科学なので、ロジックができてる料理は絶対にうまいです。オイペッパー、
パセリ、醤油、オリーブ、まあ、これは色合いの意味が強いので。はい、それではこちらですね、僕の思うですね至高のパンプキンサラダ完成でございます。はい、それではですね、かぼちゃサラダができましたので食べていきたいと思います。いただきます。ビールということで、すいません、今日は実はね、ビールに合うんですよ皆さん。パンプキンサラダビールに合うって分かんないでしょ。それではできましたので、いただきたいと思います。香りがいいね、完璧。ねっとりしたこの水分が凝縮したね、かぼちゃと片焼きにしたゆで卵、目玉焼きですね今回ね。この細切りにされたベーコン、これが旨味を最大限に加えてくれる。で、これからの金麦ですよ。これね、ニンニクとペッパーがすごい効いてるんで、すっごいつまみ向きなんですね。お子さんとか食べる場合はね、ちょっとペッパー、ニンニク少し控えめにしていただければ全然いけますんで、基本的に甘いんでね、本当に美味しいこれ。これでもやばいわ、これずっと酒飲めるわ。これ前にあった至高のポテトサラダっていうのがあるんですけども、あれと春ぐらいめちゃくちゃうまい。ということで、どうもニャンピョーイス、やらかしてもらっていいですか。ちょっとやらかします、うん、じゃあいただきます、うん、超うまいです。基本的にかぼちゃサラダってさ、あんまりゴテゴテ味付けしないんだよね。だいたい卵と混ぜたりとかベーコンと混ぜたりする。ベーコンもあんま入れないかな。僕初めて食ったかもしれないです、かぼちゃサラダ。てかぶっちゃけ言っていいですか、うん、かぼちゃ嫌いなんですけど。あ、俺と同じじゃん。でもこれは食えるでしょ。ほらかぼちゃ煮付けとか僕食えないんですよ。あ、俺もダメなのよ。でもこれはめっちゃうまいです。かぼちゃの甘さがね全面に出ちゃうと苦手だから、砂糖使ってないんですよ、うん、砂糖使ってなくて、でニンニクの香ばしさとかベーコンの香ばしさとかガンガン足してるんで、かぼちゃのポクッと甘い感がない、うん、最高のサラダ。うまいでしょこれ。これはうまいっす。これも合うんですよ。言っちゃえばほぼかぼちゃグラタンみたいなもんじゃないですか。そうね、かぼちゃグラタンっぽいね。あ、だからその粉チーズとかも合うよ。あ、絶対いいですね、粉チーズ最高に合うよ。あ、合わないわけがない。これさ、かぼちゃサラダとタバスコ合わさると金麦じゃん、ぐんぐんグルトになる。ぐんぐんグルト、ごちそうさました。えい、いやどうでしたでしょうか。俺ね、これ完璧だと思うわ。こんなに美味しいかぼちゃ料理ないと思います。味変でタバスコとか粉チーズも絶対合いますんで、まろやかにしたいけど粉チーズですね。作り置きもできちゃいますんで、ぜひこの時期にやってみてください。のね、食感がすごい。はーい、はい、はい、はい、宅急便でーす。はーい、多分ね、スイッチのコントローラー来たんで、